はい、皆さんこちら吉田のりまさです。今日ご紹介するのはですね、こちらですね、バシ。なんでしょう、これは。はい、下駄箱の収納がアップ、スペースを有効活用するシューズラックダブルでございます。これは100円ショップでございます。100円で購入いたしました。はい。これですね、まだ使ってないんですけれども、まあこういったものね、ご家庭にね、既にある方、使い勝手の良さはわかると思うんですが、はい、この写真にある通りですね、下駄箱にですね、使うと倍置けるよと、シューズがね、置けるよという感じなんですけど、これ私ね、どこで使うかって車の中ですね、車の中で皆さんご存知寝泊まりをしていたわけですけれども、普通のですね、靴ですね、仕事用の靴、そして、あれですよね、仕事終わった後のですね、サンダルみたいなものをですね、車の助手席の下に置いておくんですけどもね、その時にですね、下がサンダル、上が靴、その逆でもいいんですけどね、そういう感じで使ってみようと思って、前からね、欲しかったんですよね。だからこれね、サンダルも靴もですね、汚れていることを、ちょっとね、心の中でですね、ちょっとね、保管しながらですね、ちょっとね、いたんですけどもね、さすがにちょっとこれは汚れちゃうなということを思ってですね、買いました。はい、重さ10キロまで耐えられるということで、ポリスチレンというものでできているそうです。ちょっと使ってみたいと思いますね。はい、滑り止めもございます。はい、ということでありがとうございます。今日ご紹介いたしたのはですね、下駄箱の収納量がアップする、スペースを有効活用できるシューズラックでございました。100円ですよ。100円。ありがとうございます。